さんには RNA セックのワークを紹介していただきます。よろしくお願いします。 ありがとうございます。今回 RNA セックということで、去年もし参加されていた方とか去年のプログラムを見た方はうと思ったと思うんですけど、 RNA セックが2つに分かれていたりしました。今回ギャラクシーには実際 RNA セックのツールとして3つか4つくらい登録があります。それはRNA セックといっても使う手法によって RNA セック01、RNA セック02というふうに名前がついているので、それぞれ違った手法を用いて RNA セックをやりたい、 RNA セックと発現変動解析をやりたい場合にいろいろ使えるんですけど、今日はそういった皆さんが過去に作っていただいてギャラクシーですに使えるようなものも含めてざっくりとツールの紹介をさせていただきます。私、中岡と申します。まず、ギャラクシーをどのように利用していますかということに対して、昨年は RNA セックを中心にお話ししました。それは今でも客員研究員というこの理化学研究所の統合生命科学研究センターに行っているんですけど、そちらは医科学で主にこのアトピー性皮膚炎発症マウスの形似的なデータを取っています。形似的なトランスクリプトムのデータを取っています。そのようなところから疾患がどのように動いていくのかというのをトランスクリプトムはアウトプットとしてみようというふうな解析をに関わっていました。でその中で自分自身がデータ解析をするプログラムを書いて、これをちょうどギャラクシーに載せて皆さんも使えるようにしようと思って一つ RNA セックのツールの一つとして去年登録させてもらいました。で去年同時に質問を受けたのが、マイクロアレイの解析もたくさんあると、特に既存研究ではマイクロアレイのデータもたくさんあるので、こちらも例えば比較のため使いたいけど対応していますかというような質問も受けました。それで自分自身は実はマイクロアレイのデータ解析も以前スクリプトを作っていたので、今回このマイクロアレイの解析手法についても統合をしています。でも実際のギャラクシーのところにはまだツールとして登録されていないので、私の手元に解析ツールがあるだけなんですけど、マイクロアレイも以前からこういういろいろ解析があったので、そのような手法も一緒に入れるようにしています。で最近の興味は特にこの次世代シーケンサーの発達によってウイルスとか微生物のメタゲノムといったもの、もしくはウイルス のデノブのアセンブリの話もありましたけど、どんどんこういう微生物とかウイルスといった病気という意味では感染症に関わるようなものたちがいて、それがホストの免疫応答を中心にホスト側の遺伝子も見えるようなことが可能になってきています。そういうお仕事に少し関わらせていただいていることもあって、最近はこの、ウイルス微生物の話と RNA セックを少し、解析したいなと思っています。私自身はバイオインフォマティクスをメインでやっているわけではなくて、お仕事をする過程でこのような NGS のデータが出てくると、その解析に関わっていることが多いです。ですからまずはやはりその共同で一緒にお仕事をしている方のデータを解析するためにプログラムを書いていると。で書いたプログラムについてちょうどギャラクシーのメンバーの方とも交流がありますので、ギャラクシーの利用として、まず自分自身が作った解析をで他の方にも使ってもらえる部分が少しあると、そういうことで、ギャラクシーのに載せることを考えています。でもうすでに太田さんの方から丁寧な解説があったように、バージョン管理であるとか公開して共有できる解析プラットフォームとしてギャラクシーの持つメリットというものがありますので、自分の解析した作ったスクリプトを置いていると。で一方でまた今回もいろいろな情報が手に入るということで、このコミュニティにある種開発者として参加することで自分自身がいろいろ知ることもできる、こういうメリットも感じています。で特に、今回 Docker の話とか出てきましたけど、開発者のレベルでは Docker を使ってインストールをするというところで皆さんもすでに実装されていました。私のように情報科学とかそういうコンピューターサイエンスをメインで
やってるものって LINE ものにとってはこのようなあの新しい動きというかそういう Docker を使ってあの動くやり方というのを直に触れることができて非常に参考になっています。参考になっていますというのは実装できているのはやりましたと言えるんですけどちょっと時間の関係上もあって全然対応できてないんですけどあのこういう情報はいろいろ入ってくるので非常にありがたいなと思っています。でちょっとあのこのような前向きを置きまして具体的にこのワークフローの説明についてお話しさせていただきます。基本的にこの発言変動解析を中心に見ているんですけどまず発言変動を見たいあの種を見ます。で今現在私のあのやっているのはマウスが人に対してあの発言変動解析をやるようになっている。で従来あのもういろいろトランスクリプトに関しては教科書も出ているのであのそちらを見れば多分皆さんも具体的に実装できることかと思いますけど大体このような流れで解析が進んでいると。まずはあのちょっと、NGS の場合は特にこのトップハットとかボータイを使ってあのタスト Q からあのリファレンスゲノムにマッピングをしてリードカウント抽出するもしくはカフリンクを使ってあの FPKM もしくは RPKM を計算して以後の解析に使うという前処理もあるんですけど一旦こういう前処理が終わるとマイクロアレイの場合はシグナルのインテンシティの強さを見ることであのハイブリダイズする強さがちょうど出てきているメッセンジャーアレイの量と、まあ、比例しているだろうという仮定のもと発言に変動があるかを、まあ、検出しているわけですけどこのような解析の段階になったら、まあ、数値データになるわけですね。でそのような数値データを使って実際に2つ2群例えばコントロールとミュータントを比較したときに発言に変動が見られる遺伝子を抽出することが必要です。でここにリストを載せたのは、まあ、RNSeq の場合はあの今回の手法ではこのカフリンク系列の手法は載せていなくてよく使われている HR もしくは DSEQ このようなブームというやり方を使うことで実はこのマイクロアレイで従来行われていた解析と同じようなことができると。であのこのようにあの出てくるデータのソースによって解析手法は違うんですけどやってることは基本的に同じで。そこから得られてきた遺伝子に対して今度はその遺伝子が関与する生物学的な機能を知りたいというあのモチベーションがあると思います。そのようなものを一般にエンリッチメント解析と呼ばれます。エンリッチメント解析に含まれるのはジーンオントロジーつまりこれは例えばイオンのチャンネルに関わっているよとか炎症に関わっているよといった用語を理解する方法もしくはパスウェイといってあの、まあ、もちろん皆さんもご存知と思いますけどケグ、ケグは特に代謝系に強いですね。で最近このリアルトームなんかはシグナル伝達系のにもあのよく出てくる。でこのエンリッチメント解析っていうのは日本語でいうと濃縮という意味があると思うんですけど何が濃縮されているかというと従来ランダムに取ってきたら出てこないぐらいあの自分がこの選んできた遺伝子にはあるパスウェイ例えばジャックスタッド免疫にかかるパスウェイの上の遺伝子が多いよとかになってくると何かしら濃縮されていると。つまり濃縮されているものを見ることで発言が変動あったということはその機能が変化しているんではないかということがあり得る。でそういったものを可視化してあの見やすくするのにこのヒートマップとかが従来よく使われている。でここからはあの探索の話マイニングの話になってくるんですけど例えばタンパク質が実際にこの転写翻訳されてタンパク質とかに相互作用があるかというかを見たりと。もしくはあの転写因子どのような転写因子に制御されているかということを見たいという方もいると思うんです。でそういった方はちょっと載せてはいないんですけど基本的に選んできた遺伝子をベースにさらにこうあの公共のデータベースとかを使って解析する方法もあります。なのであの私の今回揃えたものは非常に初歩的な部分でこれからあの新しい仮説を作ろうとか自分の注目している分子に類似でまだ機能が確認されてない遺伝子を見つけようとかそういった解析に使えると思います。でこれがあの先ほど午前中の授業じゃなくて午前中の話にもあったようにワークフローという形であの常に前に実装はされている。となので、ちょっとこの辺りは以下詳細というか技術的な話になるのであの省略します。ただあのこのパワーポイントは全て、ホームページにアップされるので
後ほど見ていただいて、どういうことに注意した方がいいのかなということを、皆さんにお伝えするためにまとめました。だから今回はこのような、ちょっとワークフローの使い方と注意点については省略させていただきます。ホームページもちょっと実行上の注意点について書いているだけですので、省略します。ということで、私は、どちらかというと、インフォマティクスを使って、主に医学的な病気に関わることを重心に解析をして、共同研究とかをさせていただいているんですけど、もともとの専門は数理モデルとかダイナミクスの研究です。だから自分自身はこのように実際に取れてきたデータから遺伝子制御がどうなっているのか、その結果としてフェノタイプレベルでどういうふうに病気につながるのかということを知りたくて、大きな目標として進めています。で、とりわけ、ちょっとお話したように、ウイルスバクテリアとホスト側の免疫応答を見るようなところでも RNA が出てくるし、RNA の結果をベースにタンパクの相互作用を見たり転写因子を見たりとかいろいろ次につながることができる。で、最近はそのウイルスでもハイドジェンのデータとかいろいろ出てきているので、こういったデータを合わせてダイナミクスを理解したいというふうに考えています。で、ここを少し上げたのはちょっと少し関わっているようなプロジェクトに関係する項目です。で、私元研究員で今大学にいるんですけど、いつも学生さんとかそのバコのメンバーには恵まれず、ずっと一人でやってきています。なのでこういう写真を撮ってクローン研究員を増やしているんですけど、いろいろこれがウイルスの国内の研究共通感染センターで撮ったバイオセーフティレベル3で撮った写真、そういう人の結婚式で、これが餅つき大会、これはなんかちょっと安全訓練の時で、これは土地駆除に行ったことがあって土地駆除で撮った写真で、これはスキーウェアのところで撮った写真、こういうふうに合計6名の研究員と共に進んでおります。